はい、ガレージ友吉です。今日はね、ちょっと、ジオラマの方をちょっと作ってみました。で、この下の箱の部分は写真立てですね。はがきが入るぐらいの大きさの写真立てですね。それに、このね、水性のニス、ウォールナットっていうやつですね。それと、で、このケヤキっていうニスと、まあ一回ね、これを塗ってから、乾かしてからこれを、このケヤキのやつを塗って、また乾かしてから、でこのチークっていうニスですねを入れたら、塗ったら、まあこんな感じの色になりました。はい。で、このまあ草みたいなんですけど、これですね。はい、まあこんなやつを、昨日凍ってたんで、まあ下に見えないから、まあこの木工用ボンドザーッと塗ってから、で、このね、砂利ですね、水槽に入れる砂利をここにまあ引いてから、その草ですねを乗せました。で、まあこの下にこの木工用ボンドを塗って、で、砂利を引いて、で、その上に、また、この、ね、見えないとこだけ、このやつを塗って、で、草を乗せて、で、ちょっとね、この、ここら辺ですね、ここら辺盛り上がってるとこを、この透明のやつですね、 GP クリアっていうボンドをここに塗ってから、その上にまた乗せました、あの砂利をね。で、固めるためにこのずーっとまたこのクリアのボンドを塗って、で、そのボンドが、見えるので、ちょっとだけ薄くね、その上に草をかぶせました。はい。まあこんな感じに、草むらの中に車を置くような感じで、放置するような感じで作りました。まあこういう感じですね。で、この木のできた、まあこの上はね、ちょっと先に、錆びたような色を塗りました。で、まあこんな感じに
置くようにしました。はい、こんな感じですね。はい、どうですかね。これは僕、ジオラマっていうか、まあこんなやつを作るのは2回目なんですけど、まあこんな感じに出来上がりました。まあこのね、緑に見える草もですし、でちょっとね、乾いたような色の草もで、こういうようなね、葉っぱ状とかもありますし、はい、なんか、こういうようなね、ツタみたいなやつも入れましたんで、こんな感じにできたかなと思います。はい、まあ錆びた色のやつは天井もね、ちょっとつけましたんで、こんな感じにできました。はい、どうですかね。まあ僕もね、また次に、こんな感じで、もうちょっとね、家っていうか、まあボロい倉庫みたいな感じのやつも、倉庫っていうかね、なんか屋根だけのやつですね。トタン、まあ昔やったらトタン張りみたいな感じのやつで、次は作ってみたいかなと思ってます。はい、まあ次はね、この310のブルーバードもやっていきたいかなと思ってます。そのサビとかね、こんな感じにジオラマもやっていきたいかなと思ってます。はい、それとちょっと乾かし、このジオラマをね乾かしてる間に、前に作った R32 の GTR なんですけど、このエンジンね、見えるようにボンネットを開け閉めできるようにちょっとしました。今はね、